添え松映画館。はい、はい、いつもね枕で何話そうかなと思ったんですけど、今日ちょっとこの後紹介する映画に関連する話で一ネタ見つけてきたので、ちょっとご紹介したいんですけども、古い映画雑誌を見ると思わぬ発見があるという話なんですが、ありますね、はい、キネマ旬報の1972年の7月の夏の特別号というのがありまして、まあ、このキネマ旬報にいろいろ投稿して、はい、そこから映画評論家になった方いらっしゃるじゃないですか。読者の映画評出身、はい、まさに名門ですよね。読者の映画評のページに、はい、秋元哲司さんがです、ね、おーすごい72年っていうのを見つけて、ほうと思ってたんですけども、この号は もう一つ、はい、特徴のある号になっていて、はい、ボグダノビッチとラスト賞作家的体質の研究っていう記事が出てるんです。でこれ書いたの誰かっていうと原田雅人さんなんです。お、まあ、今映画監督になってる原田さんが当時アメリカにいらしてあそうだと思いますね、はい、でまあ、この頃イギリスかもしれないけど、まあ、どっちかその海外にいらっしゃって、はい、まあ、僕も多分添野さんも少年時代に原田さんが書いた海外の映画情報を読んでましたよね、ハリウッドの特派員のような、ね、そうです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 、はいはい、でその、まあ、その原田さんはまあ映画評論をとかをライターとかを経て映画監督になられてるんですけど、はい、これ72年なので、はい、ちょっと早いですよね。そうなんです、うん、79年かな映画デビューで、うんうん、さらば映画の友達ってだからかなり前なんですけど、はい、これが実は原田雅人さんがその投稿というか、まあ、プロとして書いた初めての原稿らしいんです。あ、なるほど。ピーター・ボグダノビッチのこと書いてるでしょ、はい、ボグダノビッチって、まあ、ラストショーとかペーパームーンとか撮った監督ですけど、はいはい、ボグダノビッチも映画評論家出身じゃないですか。お、そうだ。だから今から思うと、はい、初めて書かれた原稿が映画評論家から監督になった人のことを書いてるんですよ。多分この時映画監督になりたいとはもちろん原田さん思ってたかもしれないけど、はい、それってまだ先の話じゃないですか。面白いね。それがすごく面白くて、しかもね、どれだけ期待されてたかっていうのは、はい、これ編集後期って編集室の人がちょこっとコメント書くじゃないですか、はい、そこに原田さんのことが書いてあって、うんうん、ですね、ラストショー特集にロンドンから原稿を寄せられた原田雅人氏は、日本にいた頃キネジュン使者と討論会によく参加されたり、読者票の欄に熱心に投稿されたりしていた若い映画研究家ですって書いてある。おー、すごい。これだけの記事がある中で、はい、編集当時の編集長、多分白井義雄さんの時代、白井義雄さんの時代ですよ、はい、白井さんはわざわざその編集のページのところに原田さんのこと書いてらっしゃる。おー、すごいね。泣かせる話ですね、それは。なんとも、はい、はい、そのまあ1972年からまあ50年ほど経ったその原田雅人監督の新作が今回のご紹介作品なんですけども、はい、燃えよ剣をご紹介したいと思います。はい、まあ、燃えよ剣、まあ、この前に、はい、前作にあたるんですけども、はい、原田雅人監督は、関ヶ原という映画を撮っていて、はいはい、で、まあ、岡田准一さん主演で撮ってるので、また同じコンビで映画を撮ってる、はい、まあ、時代劇を再び撮ってるということなんですけど、はい、司馬遼太郎さんの原作同士だっていう共通点もあるんですよ。お、なるほど。はい、はい。で、その司馬遼太郎さんの小説っていうのは、原田監督にとって、もう子供の頃から読んでて、いつか映画にしたいと思ってた作品らしいんですけども、なるほど、ね、念願かなってその関ヶ原を撮って、もう一本作りたいって言って作ったのが、今回のその司馬遼太郎さんの燃えよ剣なんですけども、はい、まあこれは、新選組の土方歳三のことを描いた作品になってるんですが、もともとは、はい、一度映画化されてるんですね。松竹ですね、はい。はい。まあ、モノクロの映画なので、今見ると、だいぶ、古びた感じはするかもしれないんですけども、はいはい、小説自体はその同じ原作を、はい、映画化してるんですけども、はい、これは見てみるとわかるんですが、アプローチが全く違う。
ほー。でこれはですね、いわゆる池田屋事件ってありますよね、はい、池田屋事件の後ぐらいで話が終わっちゃうんですよ。途中じゃないですか。そうなんです、途中で終わってるんです、はい、だから今回の作品はこの燃えよ剣の小説で最後までその、はい、いわゆるその戊辰戦争で土方がまあその戦死するというところまでを描いてるので、はい、この前回の映画化作品の先まで描いてるっていうところがポイントなんですけど、もう一個ポイントがあって、はい、今回ね、柴咲コウさん演じる、はい、おゆきさんっていうのが、はい、ヒロインとして、はい、しかもまあちょっと、なんていうんですかね、今、柴咲コウさんって私生活でいろいろと独自の活動をされてるじゃないですか。農業やったりとか。はいはい、その自活する、その自分たちで生活をこう、食事とか、そういうものを自分たちで賄って生活していくことがどうやったらできるんだろうってことをいろいろこう、北海道に、住んでみたりとかして実践されてるんですよ。そういうその生活を自分自身で立てていくっていう社会の中で自分たちがどうやって生きていくのかって主張する姿がなんとなく今回のヒロインって重なるような役になってるのは僕面白いと思ったんですけども、面白いですね、確かにね、こっちには出てないんですよ。え、そうなんだ。そうなんです、こっちのヒロインはさえ、はい、さんっていうまあ、原作では別前半から中盤ぐらいまで出てくる女性、いろいろこう小説の展開みたいなのもこういろいろ変えて作っていて、その後半に出てくるおゆきさんっていうのをもうちょっと前延ばしにして物語の中にはめ込んで、ちょっと独自のその原作とは違うような構成の人物配置にして物語を作り直してるっていうところが面白いんで、小説を読んだ人も、まあ、昔のその松竹版の映画版を見た人も、はい、あれここうまいこと新しくなってんじゃんっていうふうに見えるのが今回の作品のちょっと面白いところ。はいはいはい、質問、はい、はい、恥ずかしながら原作読んでいないんですけれども、はい、じゃあ小説版のおゆきさんっていうのはああいうその当時としては珍しいその自活する女性でしたって設定ではないんだ。僕の印象ですけど、はい、描かれてることはほぼ一緒なんですけど、はい、やっぱりそのアプローチとして、はい、そのもうちょっとそういう風に見えるように作ってるのはあると思います。ただそのキャラクター自身が自立してる女性として描いてるところは変わってないんですけ ど、 さらにその現代的なアプローチも加え、くしくもその柴崎浩さんが今その活動されてる生活されてるスタイルと重なるところがあるのがなんか映画の不思議なところだよねっていうようなことをおっしゃってましたね。これはまとめた本が最近出たのでこれぐらい収まってますけど、まあ、前後巻に分かれてたんですね、これまで。だからこれだけ長い小説をやっぱ映像化するとどうしてもあらすじになるので、僕は今回やっぱり いろんな工夫があるなと思ったんですけ ど、 なるほど。一番の工夫は語り手がいるじゃないですか、はい、手としては土方歳三が、はい、その昔を思い出してるっていう回想っていう体になってるじゃないですか、はい、そんなことには原作もちろんのことながらなってないわけですよ。あれはうまいよね。あれはうまいと思います、うん、ちょっとうなりましたけどね。そのある地点までの土方の運命は最初から分かっているっていうね、はいはい、とてもそのなんていうかなスマートな処理ですよね、はい、でこのことは、はい、関ヶ原の時も、はい、語り手がいることによってその物語を転がしてたっていうことは踏襲したんじゃないかなというふうに思うんですけど、それによってその本来だったらあらすじになりそうなものなんだけど、土方がその時その時聞かれたことを喋ってるっていう体になってるので、時間が飛んでも気にならないってあるじゃないですか。なるほどね。あれは本当うまいなと思って、このやり方は長編のそういう歴史ものをやるときにはこれから真似られるかもしれないぞっていうふうに。あ、そう言われてみると結構実は飛んでますよね、はい、うん、なるほどなるほど。で、まあ、この土方歳三やってるのが、はい、岡田准一さんなんですけども、はい、岡田さんは今回もね、まあ、そのこの間ここでファブル紹介したと思う、はい、昔の添松の映像ちょっと皆さん見ていただきたいと思うんですけど、はい、あそこでも話したことですけど、はい、アクションコレオグラファーでしたっけ、はい、そのアクション監督みたいなことをやってる、ね、はい、って今回もそれをやってらっしゃるので、はい、なんていうんですかね、レスリングみたいになるなって言って注意を現場で受けたりしたらしいんですけど、やっぱその現代的なアプローチも含めて、うんうんうん、その
岡田さんのその身体能力が今回もやっぱり生かされてるなっていう場面がたくさんあるので、ただやっぱその、まあ、剣撃みたいなものに関しては、うんうん、例えばあの今回はルローニケンシンであの沖田総司を演じてた村上虹郎さんが今回岡田伊蔵の役をやってたりして、はい、おかしいよね、はい、剣道ができるという人をあの役に使ってるので、スピード感とか素晴らしいですね、うんうん、あの原田監督の作品っていうのはあの2カメで同時に撮って、まあ、引きと寄りを撮ったりとか、はい、違う角度のものを撮ったりとかっていう風にして同時に回すことで、はい、編集の時にいろんなあのアングルのものを組み合わせるっていう編集されてるんですけども、はいはい、とはいえあの投資でやってるので、はい、あの編集の時点で割ってるだけで、はい、投資でやってるのでやっぱそれだけのその運動能力の優れた人たち同士でやらないと、あれだけのスピード感のものってのはやっぱ撮れない。なるほど。でそこにそのステディカメラが入ることによって自由なカメラアングルなんかも実践していて、はい、そのこともやっぱり同時にその映り方みたいなのも気にするってことも含めて、はい、やっぱ岡田さんってのはやっぱ素晴らしいなっていうふうに改めて感じたのがこの映画のアクションでした。はい、なんかそのファブルの時と違ってそのアクションシーンについてその大きな懸念はないと思うんですよね、うん、実に正攻法で撮られていて、はい、そのマルチカメラでその長いアクションシーンを全部撮っておくみたいなね、うん、やり方が踏襲されていると思うんですけれども、なんかそれがこう素晴らしい映画になっていくっていうのはさ、うん、僕もちょっと上手には説明できないんですけれども、まだこんな成功法の作り方でこうやって積み上げていくやり方があるんだっていうことは感心しました、うん、で特にね、はい、もう原田眞人監督のそのいわゆる2000年代以降の映画って、はい、クライマーズハイとか見てても思うんですけど、はい、群像劇になっていて、うんうんうん、ものすごいたくさんのキャラクターが出てるのに、はい、埋もれない、はい、それぞれが、はい、すごく個性的に輝いて見えるっていうのが特徴だと思うんですよ、はい、で今回もたくさんの俳優さんが出ていて、はい、まあ、こうチラシだとこういうふうに相関図を上げただけでこれだけの人たちが出てるんだけども、はいはい、混乱しないじゃないですか、はい、しないですね。それがすごいなと思って、この人誰だろうってならないもんね。ならないですよね、うん、で中でも僕今回ね、高尾隆さんって言って、はい、土方歳三のその一番最初から一緒にいる人ですよね、仲間の、はい、井上源三郎っていう役をやってる高尾隆さんいらっしゃるんですけど、はい、僕はその前作の杉原にちょっと出てるのはあの知ってたんですけど、いやでも今回の役ってなんかいろんなところでこの人見た気がするなって思うぐらいに思ってたんですけど、うんうんうん、はい、そんなに映像作品出てらっしゃらない方なんですよ。でしかも実際の井上源三郎は去年40歳ぐらいなので、はい、年齢も全然違う。でもそれでもあの、ね、はい、鈴木亮平さんと山田涼介さんと岡田准一さんと高尾さんって、はい、4人でね、昔からの仲間に見えるじゃないですか、はいはい、すごい俳優さんだなと思って、いやー目立ってましたよね、はい、最初から最後までね、結構ちゃんとセリフもあるし、はい、出番もあるし、はい、いや素晴らしかったと思いますよ。それはね、例えば、ま、この前に作ってる検察側の罪人出てた、はい、佐向芳さんだったり、はい、そのさっきも言った、クライマーズハイに出てた滝藤健一さんとか、はい、その後いっぱいそれをきっかけに作品出るようになる人たちを今までも輩出してきてるんですけど、全部ね、演劇の人なんですよ。で、その、まあ、演劇の人は役を演じるときオーバーだっていうふうに、その、原田眞人監督もおっしゃってたんですけど、ワンシーンワンカットで撮ってる長い演技をする。で、セリフを覚えたり、そのセリフをその中で掛け合いのようにインプロビゼーションを含めてやるっていうことに長けてるのは、その中でもうまい舞台出身の役者さんで、その人たちが結果的に映像にも向いていて、その後映像作品たくさん出るようになってるっていうことなんじゃないかと思うので、高尾隆さんは僕ほんと今回注目だと思うんです。そういうでも俳優起用って実は世界レベルでは当たり前なところが本来あるわけじゃないですか、はい、ね、それは素晴らしいことですよね、はい、とはいえね、はい、司馬遼太郎さんの映画を作りたいと思ってたけども、うん、その力量が自分にあるのかどうかってのも、まあ、原田監督曰く、まあ、不確かだったらしいんですよ。それが金融腐食列島
はい、呪縛っていう映画あったじゃないですか、はい、あれをやった時に、まあ、役所広司さんをはじめその中台達也さんとか、はい、そうそうたる面々 の, その役者さんを群像劇にした時に、はい、これ演出できたと思った時に、はい、あこれだったら司馬太郎の映画自分にできるかもしれないと思ったらしいんです。それでもずいぶん前だよね。あでもまあそこに至るまで時間があったと思うんですが、その時にだからそこから時間かけて構想を練って映画化したということなんですけ ど, なるほど、あの原田さんの監督術って本があって、それを読むとすごく面白いことが書いてあって、はい、子供の頃に生まれて初めてその映画の撮影現場を見に行ったことがあるということが書かれていて、はい、まあ、御殿場に行ったらしいんですけど、はい、そこで撮影されたのが死人の侍らしい。マジか。だから運命的だなと思うんですよ。すごいよね。で僕本当にこの間その原田監督にインタビューする機会があったので、はい、そのことをちょっとお伝えしたんですね、はい、そうやって書いてたじゃないですか、はいはい、でそこに至るまでの道を考えたら、はい、何かやっぱつながってる感じが僕するんですって言ったら、いや僕もやっぱそう思うって、その頃想像しなかったものができてるっていうことを、はいはい、もう70超えて今もその新しい作品をどん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 作ってる監督がやっぱそういう考え持って映画作ってるんだって僕結構感動したんですよ。あいいですね。僕もほらその原稿を書く人だった時代から知ってるわけじゃないですか、はいはい、その一番最初のさらば映画の友よインディアンサマーは映画館で劇場公開の時に、ああそうなんですか、僕はその頃は見てないんですよね。まあたまたまですけどね、はい、その あの人だと思って見に行ったわけですけれども、こんな人になるとは、うん、ここまでその日本映画のど真ん中を背負って立つような人になるとはっていう驚きがね、うん、燃えよけんみたいなね、その、まあ、ちょっとね普通はやるって言っても勇気がいるような企画をね、うん、ドーンとこれだけの大作映画にしたってことは本当に素晴らしいと思いますよね。だってねその年代的なことを考えると、はい、例えばそのもう亡くなった森田芳光さんとかその相米慎二さんとまあ同じような一つ二つ変わらないぐらいの年代なんですよって考えると、はい、そのデビューした時、はい、デビューはまあほぼほぼ同じ頃かもしれないけど、はい、81年翌々年にはその相米さんはそのもうセーラーフという感じで撮ってたり、はい、その後森田さんは家族ゲーム撮ったりとかってなってる、はい、そのフィルモグラフィーをこう原田さんのフィルモグラフィーで重ねると、はい、デビューは同じ頃かもしれないけど監督として評価されたのでだいぶ後になってからって感じがするじゃないですか。スタートの評価遅かったけど、はい、今ずっと右肩上がりじゃないですか、はい、作品の規模も上がっていて、はい、作品も評価されヒットしてって、はい、他にいるかなって考えたら、はい、そういうね、うん、70過ぎて、うん、これぐらいの対策取って恒量的に待てて評価も高いって、はい、いないなって。しかも我々のような映画の物書き出身だっていうのってすごくなんかこう勇気を与えられるというか、そうだよね、いや勝手な言い分で申し訳ないけど本当にそれはそう思います。はい、だからもう好き嫌いもちろんあの映画ファンの中にあると思うけど僕らやっぱ応援したくなる理由っていうのはそういうところにあるんですけど、一つねそのこの映画であこれ特徴だなと思ったことがあって、それはあの燃えよ剣の話だけじゃなくてここで紹介したるろうに剣心、はい、それと、今この収録の時点で放送されている青天を衝け、先週ほう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 、あの土方が戦死した場面だったんですよ。あ、そうなんだ。で、るろう剣心出てるじゃないですか、はい、あの燃えよ剣心に関してはそのコロナ禍とかで公開が延期になったということはあるとはいえ、うん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 、時期的にどう同じ時期に土方歳三っていうのが出てるっていうのは偶然なんだけど、うん、必然のような気がするんです、うん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 、なんか時代の寄せでその土方のようなそのキャラクターが求められてるんじゃないかなっていう気がするんです、うん、なんかね新選組ってちょっとやっぱりなんだろうな、すごく人気があった時とちょっとこうそうでもない時期と何かありましたよね。岡田准一さんはその前にその原田監督と組んだ関ヶ原では、はい、あのまあ、関ヶ原で上で戦っている人たちのことを描いてたけれども、はい、今回のその燃えよ剣はもうちょっと下の獅子の人たちのことを描いていて、はい、しかもそのまあその
世の中政治的にはこうあるよっていうようなことに反発するっていう役っていうのがなんとなく今の世相に合ってて、現代的な感じがするから、その書き手も何かその土方のことを書きたいっていう風になって、たまたまその3作品でそれぞれ土方演じてる役者さんがいて別の視点で描かれてるってことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。理想論とかお題目では動かない、はい、自分の考えで自分の行動を律することができる人っていうことだよね、はい、今やっぱそれが足りないから、うん、そういうことがロマンに見えるっていうこともあるんじゃないかなと思うんですけど、なるほど。この映画ね、はい、ロケーションも素晴らしくて、ああそうですね、なるべくこうロケで、はい、まあ、お寺とか借りたり、はい、その姫路城借りたりとかっていうふうにして、はい、撮ってるところがもう素晴らしいんですけど、はい、それを撮るときに、はい、例えば上下の運動ってあるんですよ、はいはいはい、階段登ったり、はい、あと、まあ、崖を降りたりとかっていうのがあって、はい、家の中もその例えば階段を登っていくと、はい、柴崎コウさんが絵を描いてる、はい、シーンがあったり、はい、階段を上がっていくと実家があったりって、はい、池田屋事件も、はい、階段上がっていくとものすごい切り合いになるみたいなのがあって、なんかその上下の運動の中で上に行くと何かがあるみたいなことを、なんかその原田監督が無意識のうちにやってらっしゃるみたいで、うんうんうん、なんか階段の上には何かがあるっていうのは、例えばヒッチコックの最後だったりとか、そういうものを描いてるようなものを踏襲してるようなものを描いてるんですけども、それを歴史的建造物をあれだけ自由に自在に扱って、もちろんそれはね、撮影気をつけて気づけないようにしてるんだと思うんですけども、そんなことを感じさせないようなもう自由な映像になっていて絢爛豪華だし、あとはそのまあ新選組の話なので切り合いいっぱい出てくるんです。やっぱそれも外でやるシーンとかだと、はい、広い場所をどうやって使うかとかっていうこととかをものすごく考えて作られてるのが、はい、僕はなんかこの映画の見どころの一つだなと思ってて、全国いろんな場所で撮ったらしいんですよ、うん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 、そのロケーションの効果出てるなと思いました。いや一番感動したのは、はい、ただの田んぼのあぜ道ですよね。あの川の横を田んぼのこう道があって、はい、その沖田とね土方2人だけで歩ってるのを、はい、クレーンじゃなくてドローンじゃないかと思うんですけど、パーっていうこう引きでね上から見せるあのスケール感とかさ、うん、本当に日本の映画、うん、っていう感じだったよね。びっくりしました。だからこう映る、もちろんねそのいろんな角度にすると現代のものが映るからこういうアングルしか撮れないっていうシーンももちろんあるんだと思うんですけど、そういうなんかこれしか撮れませんでしたっていう感じを感じさせないような絵作りになってるのも素晴らしいと思いましたね。はい、まあ何はともあれこの映画ね、最後の戊辰戦争のシーンとかものすごい迫力なので、びっくりだよね。はい、時代劇としても面白いんですけど、そのもう一度その時代の端境期みたいなものに来た一人の男の生き様みたいなものをこの映画の中通して見ていただくと、実は我々もそのコロナ禍ってこのあとなんか世の中がガラッと変わる気がするんですよ、はい、そういう時代の端境期みたいなところに生きてるっていうふうに考えてみると面白いんじゃないかなと思います、はい